アリアです。ゆめかです。せこです。ゆらりです。ゆなです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は原宿のアイス屋さん巡りです。イエーイ。今回は3店舗巡っていきます。せーの、どうぞ。失礼します。失礼します。ね、見て、お店が映え、ショッピングのやつが透明の瓶に入ってる。あ、いい匂いする。黒って感じです。これだけでは
ってるのと、夏だしもうアイスはね欠かせないって思いました。味は私はイチゴだったんですけど、果肉の味とか感触とかもしたし、しんなり溶けていく感じです。美味しかったです。エコはこのロールアイスを食べるのは2回目だったんですけど、エコ的にはどんどん美味しくなっていってると思う。進化していってる。そうで、でもオリジナルで組み合わせもできるから、この具材が好きっていうのを全部もう盛り合わせちゃって、もう自分なりのアイスができると思うから、すごいおすすめです。次のお店にどうぞ。紹介さんは動物をモチーフにしたたくさんのアイスがあります。めちゃくちゃ可愛い。あの動物いるじゃないですか。動物に一人一人名前がついてるんですよ。じゃあちょっと早速下へ買っていきたいと思います。行ってきます。可愛い。見てください、電球がぶら下がってます。これちょっと個人的に欲しくなっちゃいます。やばい、いろんなアイテム売ってますよ。選ぼうかメニューを。じゃあどうしようかな。私はゾウが好きなので、ゾウと梅子。梅子めっちゃ梅子とか可愛い名前ですね。あ、私はパンダのルンルンしたいと思います。クッキー&クリームですね。はい、これにします。オリオでもいいです。可愛い。たまにもオリオめっちゃ可愛い。じゃあちょっと頼んでいきますね。全然
美味しい。あ、もうなくなっちゃったみたいな。サイズがちょうどいいよね。そう、大きすぎない、小さすぎない。で、もし多いなって時は友達とシェアしてとか、あと違う種類持ってたら味交換してみようとか、なんかいろんな食べ方ができるのでとてもいいなと思いました。ここ他にもいっぱい商品あるから、あの電球ソーダとかもあるし、あとタコス、そう、アイスクリームタコスもあるし、あるし、あとバラみたいな形したアイスとかも、なんかそういうたくさん種類があるのでとてもおすすめです。ここじゃあここは以上です。3軒目だね。ありがとう。はい、バトンタッチ、アリアにバトンタッチ。のチョコがあって、自分の名前とかいろいろさせてめっちゃ可愛いです。じゃあ私はピンクラテ TV っていう文字を入れたいと思います。じゃあコーンはこの2種類の色のやつにします。トッピングはじゃあこれで P と L と T と B と肉球と、どうしようかな、ラブ入れていきます。はい、出来上がりました。こんな感じです。でれれれ、色合いがめっちゃ可愛いです。このコーンにしてよかった。で、アイスはストロベリーアイスにしました。じゃあ食べていきたいと思います。カウンターがあって座って食べれます。じゃあ食べます。めっちゃちっちゃいスプーン、かわいい。いただきます。このアイス美味しい。ストロベリーだけど、ほんのりバニラの味にするし、濃厚です。ありがとう。しかもこれはね、チョコだから食べれるんですよ。じゃあ、ピー食べる。このチョコめっちゃ美味しいです。カリカリしてる。ちょっとホワイトチョコみたいになってますか。めっちゃ美味しい。大体こういうトッピングのチョコってあんまり美味しくないかもしれないですか。でもこのチョコはめっちゃ美味しいです。じゃあコーン食べていきます。カリカリ、この上の部分がチョコでコーティングされてるんですけど、チョコの部分はカリカリで、コーンの部分はサクサクです。おいしい。このね、濃厚なアイスとね、パリパリとマッチするんですよ。おいしい。はい、食べ終わりました。で、このカウンターもピンクなんですけど、このね、猫ちゃんのアイスクリームとか、いろんなね、かわいいね、インスタ映えのものとか、いろいろ売っています。あと、この電話とか、3台もあるから、アイスと一緒に撮ったり、普通にインスタ映えで撮ったりできます。もう、異空間、かわいい。じゃあ、これで紹介終わります。原宿アイス巡り、終わりました。終わりました。全部美味しかった。もう店内かわいいし、お店の世界観がアイスにも出てて、店員さんの服装とかにも世界観みたいなのがあってすごいなって思った。流行りのお店は全部ね、かわいいんですよ。とにかく味も美味しいそう、だから全部が最高なんですよ。皆さんはどこに行ってみたいなって思いましたか？なるほど、なるほど。コメント欄に書いてくれると嬉しいですね。いや、せっかく夏休みなので原宿に遊びに来て、アイスをたくさん食べて涼しくなって爽やかな気持ちで宿題頑張りましょう最後現実に落とされる宿題頑張りましょう。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、数字オン、よろしくお願いします。バイバイ。